シンシャルイシ君は、最後から二番目のアッシリア王。兄弟のアッシュール・エティル・イラニが、前6 2 7年に死去した後に王となり、前6 1 2年のニネベの戦いで死亡するまで、統治した。必ずしも武力によるものではないと見られるが、彼が、兄弟から王位を継承した状況は、不明瞭である。即位後すぐに、軍司令官の新シ種シムリシルが王位を狙って、反乱を起こした。 シンシャルイシュ君はこれを比較的速やかに鎮圧したが、この反乱で政権が不安定になったことが、バビロニアにおける空域間と合わさり出自不明の人物、ナボポラッサルによるバビロニアでの権力確立を可能にしたのかもしれない。何年も討伐を繰り返したにもかかわらず、シンシャルイシュ君はナボポラッサルを打倒することができず、ナボポラッサルが地位を固め、一世紀にわたるアッシリアの 支配から独立して新たに、シンバビロニアを起こすことを許した。シンバビロニア王ナボポラッサルと、新たに成立したメディアの王を希惑されす2世は、その後、アッシリアの中核地帯へと侵攻した。前6 1 4年に、希惑されす2世は、アッシリアの儀式、宗教の中心地である、アッシュル氏を占領して残酷に略奪し、前6 1 2年にはシンバビロニアとメディアの、 連合軍がアッシリアの首都ニネベを攻撃して破壊した。その後のシンシャルイシュ君の運命は分からないが、ニネベでの戦いで死亡したものと推定される。おそらく息子であるアッシュール・ウバリと2世が王位を継ぎ、ハラーンでアッシリアの残存兵力を再編した。シンシャルイシュ君が王であった時代にアッシリアは破滅的な滅亡を迎えたが、成功を手にしていた前人の軍人王たちに、 能力的に劣っていたことを示すものは何もない。彼はそれまでの王たちと同じ戦略を採用し軍を合理的かつ戦略的に運用し、全く伝統的なアッシリアの戦い方で戦っていたと思われる。アッシリアの運命を決定づけたのは500年にわたり、外敵の侵入を受けていなかったアッシリア本国を防衛する計画を書いていたこと、そして単に、 アッシリアを征服することではなく完全に破壊することを目的とする敵に直面したことであった。アッシリアの壮烈な滅亡の結果として、アッシリア王アッシュウル・バニパルが死去する数年前から、全612年のニネベの陥落までの時代は、明らかに残存資料が不足している。アッシュウル・バニパルの年代記はその知性を、 復元するための一級の資料であるが、1636年までの情報しかない。アッシュール・バ・ニパルの治世最後の年として、1627年がしばしば採用されるが、これは、ハラーンで発見された1世紀近く後の、シンバビロニア王ナボニルスの母が作らせた碑文によっている。アッシュール・バ・ニパルが生きて、統治をしていたことを示す最後の同時代資料は、 ニップル氏で作成された全631年の契約書である。証明された彼の後継者たちの知性機関と合致させるため、大半の学者は、全631年にアッシュール・バニパルが死亡したか退位した、あるいは追放されたという見解に同意している。そして全631年の死亡、退位、追放という3つの可能性のうち、 死亡したとする見解が最も受け入れられている。もし、アッシュール・バニパルの治世を、全627年まで伸ばした場合、後継者である、アッシュール・エティル・イラニと、シンシャル・イシュ君による秘文が、バビロン氏に数年分あることが説明不可能となる。バビロン氏は、全626年にシンバビロニア王、ナボポラッサルに占領されており、以後、アッシリア王が秘文を残すことはできなかった。 そして、バビロン氏は、その後、二度とアッシリアの手に戻ることはなかった。アッシュール・バニパルは早くも、全660年には、後継者を定め、王太子を指名する文書を書き残した。アッシュール・バニパルの治世の早い段階で一人、または二人の王子が生まれていた。この年長の王子たちがおそらくアッシュール・エティル・イラニと、シンシャル・イシュ君である。アシュール・エティル・イラニは、 1631年にアッシュール・バニッパルから王位を継承し、1627年に死亡した。シンシャル・イシュ君がアッシュール・エティル・イラニと王位を争ったという想像が頻繁に行われるが、これを裏付ける資料は何もない。シンシャル・イシュ君は、かつて誤ってエサルハドン2世と呼ばれたことがあった。これは、シンシャル・イシュ君の祖父エサルハドンの娘シェル・アーイ・テラとの書いた手紙から来ていた。 変年と各人物の関係は不確かであり、シェルアエテラとは有名なエサルハドンの娘とするには年齢が若すぎると考えられていた。アッシリア学者たちは19世紀末にはエサルハドン2世という王が存在したという説を捨て去っていたが、時にシンシャル医師君を指してエサルハドン2世という名前が用いられることがある。全7世紀半ば、新アッシリア帝国は 中東全域を支配していた。強力な常備軍、そして洗練された政府機構によって、アッシリア人はそれまでの歴史に類を見ない、高度に組織化された大帝国を構築することに成功していた。南のバビロニアもかつては強大な王国であったが、内紛と常備軍の欠如ゆえに、基本的にはアッシリアよりも弱体であった。バビロニアの住民は異なる。 価値観と目標を持つ様々な民族集団に分かれていた。キシュ、ウル、ウルク、ボルシッパ、ニップル、そしてバビロン時代のような大半の都市を古来からのバビロニア人が支配していたが、しばしば互いに小ゼリ合いを繰り返す主張たちによって、引き入られたカルデア人の諸部族が最南部の大部分を支配していた。アラム人は定住地帯の周焉に居住し、 周囲の領域を略奪することで悪名高かった。これら主要な三つのグループの内紛のために、バビロニアしばしばアッシリアにとって魅力的な遠征先となっていた。全14世紀の中、アッシリア時代にアッシリアが台頭して、以来、両国は競り合い続け、全8世紀にはアッシリアが一貫して優位を手にした。バビロンの内的、外的な弱さにより、 百7 2 9年には、アッシリア王ディグラとピレセル三世がバビロンを征服した。アッシリアが大帝国へと拡大する間、アッシリア人は様々な近隣小王国を征服し、属州として併合するか、あるいは属国へと変えていった。アッシリア人は、バビロンの長い歴史と文化を崇拝していたため、バビロンは任命された俗王による統治か、アッシリア王の権任による、 同訓連合のいずれかによる支配という形で完全な王国としての形態が残された。アッシリアとバビロンの関係は後の時代のギリシアとローマの関係に似たものであった。アッシリア文化、文学、伝統の多くはバビロニアから導入されたものであった。アッシリアとバビロニアはまた同じ言語を共有していた。両国の関係はある意味では感情的なものであり、 新アッシリア時代の碑文では両者を男女に見立てて、アッシリアを夫、バビロンを妻という比喩で表現している。アッシリア学者、エッカーとフラームの言葉によれば、アッシリア人はバビロンを愛していたが、同時に彼女を支配したがっていた。アッシリア人はバビロンを文明の源として尊敬していたが、政治的問題においては、受動的であり続けることを期待しており、アッシリアの 花嫁たるバビロニアは繰り返しこれを拒否していた。全8世紀と全7世紀を通じて、戦争による暴力的な征服から、アッシリアをあるいはその代理人による支配まで、アッシリア人は様々な戦略を持って、バビロニアの親民を沈むしようと努めた。バビロニアの都市住民をなだめることには、ある程度成功していたが、アラム人やカルデア人を手なずけることはできず、 機会を捉えては彼らは繰り返し反乱を起こした。バビロニアの分離を認めるには、経済的にも戦略的にもあまりに重要であるとみなされ、この地域を維持するために多大な努力が費やされたが、アッシリア人が行ったどのような試みも最終的には反乱と内戦へとつながっていった。アッシリアが長期にわたってバビロニアを制御することは不可能であったことが示されているため、 現代の研究者はこれをバビロニア問題と呼んでいる。1627年の半ば、アッシュール・バニ・パルの息子で後継者として大いにあったアッシュール・エティル・イラニが死亡し、兄弟であるシンシャル・イシュ君がアッシュリア大いについた。何人かの歴史学者がアッシュール・エティル・イラニがシンシャル・イシュ君のクーデターによって死亡したと述べているが、これを証明する資料は存在しない。 シンシャル・イシュ君の複数の秘文が、彼は同等者たちの中から神々によって王に選ばれたと述べている。また、アッシュール・エティル・イラニが死亡したのとおおむね同じ頃、アッシリアの族王として、バビロンの王位にあったカンダラヌが死亡した。このためシンシャル・イシュ君は、バビロンの王にも即位した。このことは、ニップル、ウルク、シッパル、そしてバビロン氏自体など、バビロニアの諸都市に、 彼が残した碑文によって証明されている。シンシャルイシュ君によるバビロンの支配は長くは続かず、彼がバビロン王位についてからほとんど間を置かずに、将軍神、シュムリシルが反乱を起こした。シンシュムリシルは、アッシュール・エティル・イラニの治世において、アッシリアの重要人物として、権制を誇っており、いくつもの反乱を鎮圧し、おそらく、事実上のアッシリアの支配者であった。 新たな王の即位が彼の地位を脅かした可能性があり、彼は反乱を起こして権力を掌握しようとしたのかもしれない。新種無理知るは宦官であり、アッシリア王位を主張した歴史上唯一の宦官であった。政治的野望を持たないと思われていたため一般に宦官は信頼されており、新種無理知るの試み以前には宦官の反乱の可能性が懸念されることはなかった。 新種シシムリシルはニップル氏やバビロン氏など北部バビロニアの都市の占領と支配に成功したが3ヶ月後に新シ,シャルイシュ君によって破られた。両者とも支配権を行使したが新シ,シャルイ育春も新種シシムリシルも公的にバビロン王を名乗ったことはない。これはバビロニアに置いてある種の空域機があったことを意味する。それにもかかわらず一般的に現代の歴史学者は 新種シシムリシルと新シ,シャルイシ君をバビロニア王の一覧に含めており、古代のバビロニア王名表も同様である。メソポタミアの有力な都市の一新、シュムリシルの反乱の数ヶ月後、バビロンで別の反乱が発生した。ナボポラッサルと呼ばれる役人、または将軍がおそらくは新シ種シムリシルの反乱による混乱とバビロニアにおける空位に乗じる形で、 ニップル氏とバビロン氏を攻撃した。ナボポラッサルの軍勢は、シンシャルイシュ君が現地に残していた守備隊からバビロニアの諸都市を奪取したが、シンシャルイシュ君の対応は迅速で、全626年10月には、アッシリア軍がニップル氏を奪還し、ウルクでナボポラッサルを包囲すると同時に、バビロン氏の再占領にも取りかかった。しかし、バビロン氏への攻撃は、 ナボポラッサルの守備隊によって撃退され、ウルクへの攻撃も同様に失敗した。アッシリア軍による反撃失敗の余波の中で、ナボポラッサルは、前6 2 6年11月22、23日にバビロン王に即位し、独立したバビロニア王国を再建した。前6 2 5年から前6 2 3年にかけて、シンシャルイシュ君の軍勢は、再度、 ナボポラッサルの打倒を試みて、北部バビロニアに遠征を行った。当初は順調に進み、前6 2 5年に、シッパルしを占領するとともに、ナボポラッサルによるニップル氏の再占領を阻止した。この争いの最中に、アッシリアの別の属国エラムは、アッシリアへの効能を打ち切り、デイル氏などいくつかのバビロニアの都市が、ナボポラッサルの反乱に加わった。 これが引き起こす脅威を認識していたシンシャルイシ君は、自ら大軍を率いて反撃を行い、全623年にウルクの奪還に成功した。全622年にアッシリアの西方の属州で、別のアッシリアの将軍による反乱が発生した。これがなければシンシャルイシ君は、最終的に勝利を収めていたかもしれない。この名前不明の将軍は、 シンシャルイシュ君とアッシリア軍が留守にしている暇にニネベへと攻め上った。新たに編成された急増の軍隊は快適すると戦うことなく降伏し、アッシリアの王位はこの将軍に奪われた。軍隊が降伏した事実は、この将軍がアッシリア人であり、おそらくは王族であるか少なくとも、それに近しい高い地位を持った人物であったことを示している。当然のことながら、 この事態の進展をシンシャル一種君が放置しておくことは不可能であり、彼はバビロニア遠征を放棄することになった。100日間の内戦の後、この戦勝者を撃破することに成功したが、アッシリア軍が退去したことによってナボポラッサルは、アッシリアが最後にバビロニアに残していた全勝地を全6 2 2年から全6 2 0年にかけて征服した。 バビロニア軍によるウルク包囲は1622年10月に始まった。アッシリアとシンバビロニアの間で争奪が繰り返されたこの古代都市ウルクは1620年までには完全にナボポラッサルの手に落ちた。ニップル氏もまた1620年に征服され、ナボポラッサルはアッシリア人をバビロニアから立ち退かせた。彼はアッシリア軍を追い払うことに成功したが、 ウルやニップルのようないくつかのバビロニアの都市では、前6 1 7年まで、親アッシリアの派閥が残っていたため、ナボポラッサルによるバビロニアの完全な統合支配は、遅くなった。バビロニアの戦いにおける、現地衝突の最終局面は各地に荒廃をもたらし、餓死を免れるために、親たちは子供を奴隷として売却することを、余儀なくされた。アッシリアによるバビロニア支配の終焉は、 おそらくその時点ではアッシリア人は深刻に受け止めていなかった。戦闘はすべてバビロニア内で行われており、その結果は新アッシリア時代におけるそれまでのアッシリアとバビロニアの衝突と同様に未だ決定的なものではなかった。以前の反乱でもバビロニア人は時に一時的な優位を手にしており、その時点のアッシリア人にとってはナボポラッサルの成功もそれと同じく、 一時的な困難としか認識していなかった。全616年、ナボポラッサルが初めてアッシリア領土に入り、ユーフラティス側に沿って、現在のシリアの領域に軍を進めた。彼は、進撃を続け、アッシリアの都市、ヒンダヌを占領すると、ついでバリフ川到達し、ガブリヌシキンボウでアッシリア軍を撃破した。ナボポラッサルは、その後北進し、 遠くハブール側まで到達した。アッシリア軍はこの脅威に対応すべく速やかに再編された。アッシリアの同盟国であったエジプトのファラオ、プサムテク一世は状況が切迫したものであることを認識し、シンシャルイシュ君を支援するため軍を進めた。プサムテク一世は直近の数年にわたりレバントの小都市国家軍に対する支配を確立するため遠征を行っており、 また自身の帝国と東方のバビロニア及びメディアの干渉国としてアッシリアが存続することを望んでいた。全616年10月、エジプトとアッシリアは共同でガブリヌシ占領を狙った遠征を行ったが失敗に終わり、その後のエジプト軍はユーフラテス川西方に対流し、限定的な支援しか提供しなかった。そしてアッシリア軍とバビロニア軍は双方を撤退したが、 バビロニア人が、ヒンダヌシを維持し、今や、ユーフラティス川中流域を支配下に置いた。これは、バビロニアにとって、重要な戦略的勝利であり、アッシリア軍のバビロニア侵攻の可能性を排除する、ナボポラッサルの計画の第一歩であった。アッシリア軍と同時に、ナボポラッサルが撤退したことは、バビロニア軍はまだアッシリアへの総攻撃を実行する、準備を整えておらず、 この時点での彼らの計画は、アッシリアの征服と破壊ではなくバビロニアの独立の確保にあったことを示唆している。前6 1 5年、ナボポラッサルはティグリス下半でアッシリア軍を大敗させ、ショーザブ川まで押し戻した。これにより、アッシリアとバビロニアの間に確立されていたティグリス川中流の干渉地帯に対するアッシリアの支配は弱まり、バビロニアは アッシリア本国に直に接する土地を支配するようになった。ニネベの陥落ジョン・マーティンが前615年、ナボポラッサルとバビロニア軍は、アッシリアの儀式的、宗教的中心であり、当時アッシリア帝国の最南端に残されていた、都市であった、アッシュール氏を攻撃した。シンシャルイシュ君は速やかに軍を再編して反撃し、アッシュール氏の包囲を解かせ、ナボポラッサルを、 タクリートに撤退させた。シンシャルイシュ君はさらにタクリートでナボポラッサルを放したが、最終的にはこれを諦めなければならなかった。両国の戦闘はアッシリアが主勢に回る局面に移っていたが、この時点では一般的なメソポタミアの観光に従って戦いが行われており、攻撃、反撃、交代があったものの、両者とも決定的な対決をする自身も、 それを強要する手段も持ち合わせていなかった。敗北と交代を繰り返したにもかかわらず、アッシリア軍は、なお強力であり、素早く展開することが可能であった。1615年の末、または、1614年、旧惑されス統治下のメディア軍がアッシリアに侵入し、シンシャルイシュ軍に対する遠征の準備として、アラブ橋周辺の地域を征服した。 アッシリアとメディアの関係について論ずる古い資料は豊富に存在するが、キュアクサレスの信仰に至る時代のものは現存しておらず、そのためメディアによる突然のアッシリア攻撃の政治的文脈、理由は不明である。おそらくアッシリアとバビロニアの戦争がメディアの経済を混乱させ、直接的な攻撃を引き起こしたのであろう。全614年7月、または8月、 メディア軍はカルフ氏とニネベ氏に対する攻撃に取りかけかかり、タルビス氏の占領に成功した。彼らは古代のアッシリアの中枢アッシュール氏も包囲して占領することに成功し、略奪し多くの住民を殺害した。アッシュール氏に対する残虐な略奪は全オリエントの人々に衝撃を与えた。アッシリアの敵であるバビロニアの年代記ですら、メディア人は 不必要に残忍であると言い,い、偉大なる民に恐るべき敗北を与え、彼らからひたすらに略奪したと述べている。ナボポラッサルは、略奪が開始された後になってからアッシュール氏に到着し、希クされスと面会し、同盟を結んで反アッシリアの協定に署名した。バビロニアとメディアの条約は、ナボポラッサルの息子であり、後継者のネブカドネザル2世と希クされスの娘。 アミューティスの結婚を通じて確定された。アッシュール氏の陥落後、冬の始まりとともに、メディア軍とバビロニア軍は、翌年のさらなる遠征のために、それぞれの本国に帰還した。アッシュリア人は彼らの置かれている状況の深刻さを認識していなかったように思われる。彼らは、この一時的な休戦期間を利用して交代せず、防御姿勢に移ることもしなかった。 ニムルド氏の損害を修復することなく、民衆は死壁を解体して、将来の改修工事の準備をした。アッシリアに敵を入れないためようにするため、シンシャルイシュ君は、全613年にも、攻勢を続け、当時アッシリアが支援していた、現地部族の反乱鎮圧に従事していた、ナボポラッサルの軍勢をユーフラテス川中流で、攻撃した。シンシャルイシュ君は、 包囲されていた反乱部族の都市ら広氏を救援することに成功したが、ナボポラッサルの軍は戦闘が始まる前に撤退した。この頃、シンシャルイシ君は自分の王国に降りかかった危機をついに認識し、和平を求めてナボポラッサルに所管を送った。シンシャルイシ君はナボポラッサルにこれ以上の流血を避けることを嘆願し、 彼の奮撃する心を鎮めるべきであると書いた。しかし、ナボポラッサルは興味を示さなかった。シンシャル石君はあまりに長く待っていたため、彼が提供できるものは、バビロニアとメディアにとってはもはや戦闘によって確保可能なものでしかなかった。ナボポラッサルは厳しい返事を返し、その中で、世はニネベを根こそぎにし、その地の基礎をあまりは消し去ると宣言した。 これらの手紙を含む年度版文書は現存しておらず、知られている文書は数世紀後のセレウコス朝時代に作られた年度版から得られたものである。これらの手紙が実物のコピーであるのか、もっと古いオリジナルであるのか、あるいは完全な偽造品であるのかは議論のあるところである。全612年4月、ナボポラッサルの治世14年目の始まりとともに、 メディアとバビロニアの連合軍はニネベへと進軍した。シンシャルイシ君は首都ニネベの最終的な防衛のために軍を集結させたが、この巨大な都市を守るには不十分であった。同年の7月から8月にかけて、アッシリアの首都ニネベはメディアとバビロニアの連合軍に包囲された。そして8月に城壁が突破され、凄惨な破壊が長期間行われた。 町は略奪され、アッシリア王たちの肖像はバラバラにされ、十歳児までもが大量殺戮された後、ニネベ市全体が破壊され、焼き払われた。シンシャルイシュ君の運命ははっきりとわからないが、ニネベでの防衛戦で死亡したとするのが一般的である。全6 0 0年までの中東の政治地図。アッシリアの領土は、その滅亡によってシンバビロニアと、 メディアによって分割された。前6 1 4年のアッシュール氏の破壊と、前6 1 2年のニネベ氏の破壊によって、アッシリア帝国は実質的に滅亡した。シンシャルイシュ君の地位は別のアッシリア王、アッシュールーバリと二世によって継承された。彼はおそらくシンシャルイシュ君の息子であり、ニネベにあった前6 2 6年と、前6 2 3年の秘文に登場する王大使と、 同一人物であると見られる。アッシュール・ウバリト2世は、西方のハッダーン氏で即位した。アッシュール氏が破壊されていたことにより、アッシュール・ウバリト2世は、アッシュリア王の伝統的な戴冠式を行うことができなかっため、国家神アッシュールから王権を授かることができなかった。このため、彼の短い知性の間に残された秘文においては、 彼は進化たちにとっての法的な君主ではなかったので、未だ王ではなく、王大使として登場している。したがって、アッシリア人にとって、シンシャルイシ君は、真の意味での最後の王であった。アッシュール・ウバリト2世は、ナボポラッサルが、全610年に、ハラーン氏を攻撃すると逃亡に追い込まれ、その治世は3年しか続かなかった。そして、エジプト軍の支援を受けて、 アッシリア軍の残党が、ハラーンの再占領を試みたが、これも失敗した。これを最後にアッシュール・ウバリとニセイと、その指揮下にあったアッシリア人たちは、歴史から姿を消し、バビロニアの資料に、再び登場することはなかった。旧約聖書、ナホム書では、予言として、ニネベの陥落が述べられているが、それがいつ書かれたものであるのかは不明である。早ければ、 1660年代のアッシュール・バニパルによるエジプト遠征中に書かれた可能性もあり、また遅ければニネベ氏が実際に陥落した頃に書かれた可能性もある。もし1612年頃にこれが書かれたとするならば登場するアッシリア王はシンシャル・イシュ君であることになる。アッスリアの王よ、あなたの牧者は眠り、あなたの貴族はマドロム、あなたの民は山の上に散らされ、 これを集めるものはない。ナホム書3時18分アッシリアとその文明が滅亡した原因として、アッシュール・エティル・イラニとシンシャル・イシュ君の王位継承の争いがアッシリアを弱体化させたという理由が最も一般的に広まっている考えの一つであるが、これを事実であることを裏付けるような同時代資料はない。この兄弟の争いに触れた非分資料は存在しない。 アッシュール・エティル・イラニとシンシャル・イシュ君の即位直後にはいずれも反乱が発生しているが、これらは小規模であり速やかに処理されている。アッシリアの多い候補者間の長引く内戦がアッシリアの滅亡の原因となったわけではない。シンシャル・イシュ君の知性におけるアッシリアの滅亡の原因は、アッシリアが初めて南部メソポタミアを征服して、以来歴代の王が悩まされてきた。 バビロニア問題を解決できなかったことである可能性が高い。絶え間なく続くバビロニアの反乱を様々な方法を用いて解決しようとサルゴン王朝の王たちは多くのことを試みた。センナケリーブはバビロン市を破壊し、エサルハドンはそれを再建した。にもかかわらず反乱と暴動は常に発生し続けた。ナボポラッサルの反乱はアッシリア人に対する バビロニア人の反乱の長い歴史の最後の一個まであり、シンシャルイシュ君はそれを何年にもわたる挑戦にも、かかわらず押しとどめることができなかった。このことがアッシリアの命運を決定づけた。シンバビロニアの脅威とメディアの勃興が、最終的にはアッシリアの崩壊へとつながっていった。アッシリアの破滅的な敗北の原因をアッシリア軍の弱体化と、 無能な王に求めるのは簡単であるが、シンシャルイシュ君が無能な支配者であったことを示すような証拠は存在しない。アッシリアは500年にわたり本国への侵攻を受けておらず、外国からの本国に対する攻撃への備えができていなかった。彼らの経験において必要とされていなかったため、防衛計画は存在していなかった。シンシャルイシュ君は、 防衛に軍を用いることはなく、繰り返し構成を続けていたが、これはアッシリアの戦争の伝統的な方法に完全に忠実なものであった。彼は敵国の反乱を支援し、側面作戦を用い、敵人の一点に集中して攻撃を行うことで敵に挑むという、かつての祖先たちが用いて成功した実績のある原則に従った。 おそらく彼は別の戦術を用いることはなかった。アッシリア人の思考法を考慮すれば、彼は有能な軍事指導者であり、軍を合理的かつ戦略的に配備していた。通常の戦争ならば彼は勝利者となっていたかもしれない。しかし彼には、敵国を征服するための戦争ではなく、また数に勝り、自国を破壊しようとする敵に対する防衛を続ける、備えが全くできていなかった。 ニネベにおける建築活動を記念する、シンシャル・イシュ君の碑文では、彼の称号は次のようになる。シンシャル・イシュ君、偉大なる王、強き王、世界の王、欠落、アッシュール神とニンリル神に選ばれし者、マルドゥク神とサルパニトゥム神に愛されし者、欠落の心に、親しき者、ナブー神とマルドゥク神に括好として選ばれし者、欠落の寵愛を受けし者、アッシュール神、ニンリル神、 ベール、ナブー神、シン神、ニンガルジン、ニネベのイシュタル神、アルベラのイシュタル神が彼の同胞の中から確かな行為を向け、すべての大都市で王権を授けたもの。すべての聖域の聖職とすべての民の支配のために、神々の庇護はもたらされ続ける。父母のように敵をほふり、敵を弱くし、欠落世界の支配とすべての、欠落の中の支配者の冠を授けられたもの。 万物の守護者たるナブー神が彼の神民を導くためにその手に王百と正義の杖、欠落を置いたもの。神殿の再建を記念する別の碑文では、シンシンャルイシ君は彼の祖先に触れている。偉大なる王、強き王、世界の王、アッシリアの王、シンシンャルイシ君。偉大なる王、強き王、世界の王、アッシリアの王、バビロンの福王、シュメールとアッカドの王、 アッシュールバニアプリの子。偉大なる王、強き王、世界の王、アッシリアの王、バビロンの福王、シュメールとアッカドの王、アッシュールアハイディナの孫。偉大なる王、強き王、世界の王、アッシリアの王、無比の王子、シンアヘエリバの彦。偉大なる王、強き王、世界の王、アッシリアの王、バビロンの福王、シュメールとアッカドの王、シャル、金の末。 ナボポラスサルが新種ムリシルの反乱の際に、その同盟者として反乱を起こしており、それを継続していただけである可能性もある。しかしこの説は、具体的な証拠を書き、成立させるためにはより多くの過程を必要とする。ありがとうございます。